またこの森に帰ってきたのね。よし、ポタガヤの実をいっぱい取って帰ろう。私はお腹がいっぱいで、もう眠く。ちょっとニケ、寝るんじゃないわよ。こうなったらこの子起きないのよね。さん寝ちゃった、じゃあこの辺りで探す。ほら、そこの木とかそこの木もいっぱい生えてるよ。あんた、さっさと果実を取ってきなさい。お主は見ておるだけか。私は木登りなんて嫌よ。そんな野蛮なことするわけないでしょ。うん、確かにその通りじゃな。アモン、承知しました。すごい身のこなしで身を取っていってる。さすがわしのメイドじゃ。どんなことでもたやすくこなすの。上出来じゃ。さて、ちょうど3人分くらいか。我々の分はこれぐらいで足りるの。我々って、わしとアモンと、そうじゃな、寝ておるニケの文化の。やっぱりそんなことだと思ったわ。お主らの分はまだか。わしらはもう村に戻れるんじゃが。いいわよ、やればいいんでしょ。私だって木登りの一つや二つくらいやってやるわよ。やる気を出してもらったところで悪いのですが、魔物が近くまで来ています。先に倒してから木登りをしてください。このタイミングで？ああ、もう、なんなのよ！参りましょう。私に任せてください。早く指示して！煩悩退散！そこですわ。ドラ！異人斬り！追いつけろ！邪魔です。切り出せ、観念なさい。みじん切り、燃え尽きろ。そこですわ。ドラ、みじん切り、燃え尽きろ。切り出せ、ドラ、みじん切り。よし、燃え尽きろ。微塵切り、強火を焼き尽くす。参りましょう。私に任せてくださいね。消えなさい。強火を焼き邪魔です。観念なさい。強火を焼き邪魔です。そこですわ。ドラ、みじん切り、焼き邪魔です。断罪完了ね。
大丈夫よね。すごくいっぱい。アリサさん、ありがとう。これだけあればパイがたくさん作れるはず。木登りでもうクタクタ。今襲われたら抵抗できそうもないわね。頑張ってくれたアリサさんは Q が護衛するなの。だから安心して休むといいの。おはようございます。おお、いいタイミングで起きたな。ニケ、早く村に戻るぞ。私寝てしまっていて、ポタガヤの実はもう集まったんですか？アモンがお主の分も集めてくれたのさ。感謝せい。アモンさん、ありがとうございます。待ちなさいよ、私もポタガヤパイ食べるんだから。マンイーター？何のこと？そんなことがあったの？うん、もうどうして黙っていたの？キューがそんなことパパッと解決しちゃうのに。大丈夫なの？みんな、ちょっと力を貸して。この村を守らなきゃ。参りましょう。私、早く指示して。煩悩大胆。消えなさい、そこですわ。ドロー。やっ、邪魔です。消えなさい、そこですな。ドラー実技を追いつきろ。準備 OK。 料理の真髄は火力よ。やっ、ふん、異人技。やっ、邪魔です。役目を果たします。お嬢様の邪魔はさせません。消えなさい、ふん、強火を。やっ、排除します。邪魔です。消えなさい、観念なさい。ドラー、ふん。私に任せてくださいね。消えなさい、ドラー。強火を。燃え尽きろ。邪魔です。早く指示して。煩悩大胆。やっ、観念なさい。ドラー、微塵切り。燃え尽きろ。邪魔です。参りましょう。しっかりなさい。魔力精霊よ、私に力を。レディールエンプレス。煩悩は断ち切るわ。新ザンス。クッキングの始まりよ。フレンズナイフ。地獄の豪華よ。ダークネスビジョン。
嬢様のために僕の横にシャドウレイン。少し本気を出しましょう。全てはお嬢様のために。何よこの魔物、ノロノロとまるで猛者の群れね。めんどくさいわ。一気に焼き払ってあげる。食らいなさい。だいぶ弱ったわね。あとはとどめを刺すだけ。待って、どうしたんですか。このマンイーター、人の気配がするの。なんだか知っている気配で、多分この村の人なの。確かに人の気配がかすかに感じられるの。意識しなければ気づかぬほど微弱なものではあるな。この魔物に食べられた村人の気配では。ありうるわね。違うって。違うの。騒がしいの。何が言いたいのじゃ。多分だけど、この人たちは人間なの。だからおじさん、治療に使える薬草持ってきて。これをぶっかけて、これでどうかな。しゃべったわ。やっぱりこの人は村のお姉さんだよ。見た目は魔物なのに村人なの。一体どういうこと。